はい、皆さん、こんばんは。リンチーです。ですね、僕、ここ最近、iPad mini を、導入しました。ですね、iPad mini を導入した理由はいくつかありまして、Kindle 最初買おうかなって思ったんですけども、せっかくだったらね、もっと動画とか見れるやつを、買おうと思って、タブレットを探してました。でね、僕今ね、これはサーフェスで撮ってるんですけども、サーフェスの12.3インチぐらいかな、3インチと、スマホがAndroid の5インチなので、もう一個別な、iOS に慣れておこうと思って、iPad mini にしました。で、日本でも、最初探したんですよ。で、日本の悪いところはね、お店に、要はセルラーモデル、SIM カード入れて、LTE とか 4G につなげられるやつを、SIM カード入れて通信できるやつを買おうと思ったんですけども、日本で買うと、多分お店で買った場合、縛りのあるやつしか売ってないんですよね。そんなわけで、結局、中国国内 なんかね、そこら辺はね、全然中国国内の方が自由なんですよ。はい。そんなわけで、中国国内で、128GB セルラーモデルを買いました。128GB ちょっと、ちょっとね、いらないんですよ、128は。32か64で、セルラーあったらいいなって思ったんですけども、基本的に売ってない。で、中古で探してもないということで、128あったでいいかなって、そんな感じで。この 128GB の iPad mini 4を買いました。中国国内って、例えば Android 使ってたら、Google Play が使えないんですよ。基本的に、中国って、Google が遮断されてるんですよね。そんなわけで Google Play は使えない。で、おそらく、ほぼ同じなんでしょうけども、なんですか、OS としては同じ、Android を書いてるんですけども、ちょっと中国独自のものになってるんですよね。で、そんなわけで、Android の海外のアプリを使いたいって思った場合、そのアプリが、中国に入ってきてなかったら使えないんですよ。特に日本語のやつとかはね。でも、この iPad だと、iOS なので、iOS は、中国国内でも別に特別な縛りはないんですよ。そんなんで、いろんなアプリそのまま購入できるから、iPad mini にしました。あとね、あんまり使わないんだろうけども、音声入力ちょっとやってみたいなと思って買いましたね。で、音声入力も、Android だと、Google が遮断されているので使えないんですよね。で、これら、アプリと、この音声入力は BPN を使えばまだいけるんですけども、やっぱりね、BPN 使うと、ちょっと不安定になる時があるんで、ちょっとめんどくさかったです。そんなわけでいろんな、局面考えて iPad mini 4を導入しました。これから楽しく遊んでいこうと思います。それでは皆さん、ニンチーでした。再見。